おはようございます。上野ひなのです。モモアです。ミセリです。ジュナです。ライサです。もうすぐハロウィンということで、今日は最強ゲームの本気ハロウィンをしていきたいと思います。イエーイ。部屋の変身はプロエクステさんに全面協力をしてもらい、カラー、エクステ、ヘアセットをお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。投票対決して、勝者には豪華景品があるって言ってたんですけど、何でしょうか。はい、今回の豪華景品は、優勝チームに USJ のチケットと USJ ホテル宿泊券をプレゼントします。宿泊もですか。え、やばくないですか、普通に多かすぎる。まあ、リバ気になる投票方法に関しては、返信後の写真をエッグとプレエクステの公式 SNS で公開してもらい、どのコスプレが好きか一般投票します。あとエッグモデルのグループ LINE にも画像を送って投票してもらおうと思います。ということで、これからチーム分けをするので、あみだくじにこれから名前を書いてください。それでは早速返信していきたいと思います。どうぞ。今日は、カラーとエクステをしてもらいます。めっちゃ良きです、うん、ね、毛質髪イエーイ、ね、サラサラ、うん、本当に。今回アイサ何本つけたんですか。100本。でもあれだね、100本ついても頭は重くならないね。そうなんですよ。プレクステが1本 1g、 結構細いので軽くなるし、肌感が出にくくなる。そう、頭があまり大きくならないっていうのが結構特徴にはなるので、うんうん、そうですね。じゃあ本日はひなの手術よろしくお願いします。よろしくお願いします。カラーは今日しないんですけど、エクステをつけてもらいます。で、今日していくのがカクテルトリートメントと言われるものになるんですけど、こちらが最近リニューアルしたので、今日はぜひ使っていこうかなと思います。どういうものかというと、お客様のお悩みに一個一個合わせて、お酒のカクテルのように好きなものを組み合わせて作ることができます。中にはダメージケアだったりとか、カラーケアだったりとか、うねりが気になる人、癖が気になる人におすすめのものなど、それぞれのお悩みに合ったものがありますので、今日は早速カウンセリングして試していこうと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。やっぱブリーチ今年に入ってめちゃめちゃ、はい、もう5解除してるんで、だいぶしますね。ブリーチもの紙にいいものをお願いしたいです。わかりました。補修成分が一番高いものとなっているので、こちらのダメージケアのものを使っていきたいと思います。乾燥毛に書いてるので、こちらと組み合わせて使っていきたいと思います。え、すごっ。え、なんか水槽みたい。ブルブルします。はい。これはトリートメントの効果をさらに髪の奥まで浸透させていきます。へー、やばいじゃないですか。失礼します。失礼します。え、めっちゃサラサラなんだけど。すごいですよね。やばい。今日はおひなさんだけプルエクステではなくプルシールエクステをつけていきます。はい、お願いします。お願いします。プルシールとプルエクステの違いって何ですか。接着面の大きさが変わってきますね。あ、プルエクステは編み込みタイプなのでちっちゃくはなるんですけど、うん、ただちょっとボコってしちゃうところがあるんですけど、うん、シールはちょっと範囲は広くなっちゃうんですけど、うん、その代わりすごい平坦なので、うん、頭につける際にも馴染みやすいっていう風に違いがあります、うん、でどちらも毛質は人毛 100% ですごいサラサラです。じゃあ普通のなんかシールエクステとプルエクステのシールバージョン、はい、何が違うとかあるんですか。まず最初に言った人毛 100% っていうところですごい毛質がいいっていうところと、あと従来の普通のシールエクステより面積がシール面積が 40% 少なくなっているので。少ないんだ。そうです、とてもちっちゃくなっているので、頭につけた上に目立ちづらかったりとかっていうメリットがあります。あと普通のシールエクステと違ってプルシールエクステは粘着もとても強いものになっているので、もちろんそのつける方のケアっていうところもあったりとか、普通のシールよりかは長持ちすると思います。エクステとトリートメントをやってもらいます。パープの瀬山店の川島です。お願いします。高橋です。お願いします。お願いします。やばいやばい。これはスプレータイプの水分を髪の毛に入れてあげるトリートメントになります。
超音波のアイロンを当てていきますね。最後は髪の毛の表面をコーティングしてあげる。うーん、になりますね。決してたくさんないよ。トーンカラーにしてもらおうと思って、半分明るい色で半分暗い色のギャルにしてもらいたいと思います。今こっちだけブリッジしてます。ツートーン結構好きで2回やってたんですけど、今年ツートーンやってるのもあれかなと思って、最後やろうって思ってます。ずっとギャルギャルで撮ってもらいたいなって思ってます。ですよ。香りもめちゃめちゃ良くて、めっちゃ馴染んでる。ミセリはミルクティーグレイズにインナーでピンクと紫入れてもらいます。可愛い、絶対最高です。ガルゴヘアの下村翔です。ガルゴヘアの竹山杏里です。よろしくお願いします。お願いします。できるくないですか？めっちゃいい感じ。透明感。てかサラサラすぎない？そうなんですよ。なんかめっちゃサラサラ。これってなんてしました？キャビアトリートメントっていうトリートメントを使ってます。ブリーチ毛の方でもサラサラになるっていうのと、プラス潤いとツヤを与えてくれるトリートメントになってます。素晴らしいですね。めっちゃいい感じ。めっちゃいい匂いなんですよこれ、いいじゃん。これはピンクの、フルエクスになりますね。ということで、ジュノのコスプレはアロリちゃんです。イエーイ。お気に入りポイントは、この髪の毛がねくるくるなところとか、帽子のピンクとか羽とか、ピンチくんでございます。いやもう自分で言ったらあれなんですけど、 100% でございます。イエーイ。アイサが選んだコスプレはヴィーナスです。イエーイ。ポイントはこの盛り髪なんですけど、髪の毛をぐるぐるに巻いてもらってボリュームを出したところがポイントです。あとはスーパーロングにエクステをしてもらいました。なんかスーパーロングのコスプレできる人って誰だろうと思って調べたら、セーラームーンが出てきて可愛いなと思ったから選びました。はい、リスリのコスプレはチャイナです。ハーフツインでお団子してるのがなんか三つ編みみたいなしてふわふわしてて可愛いのと、の巻き髪でインナーがめっちゃ見えて可愛いなって思います。チャイナドレス着たことなかったのと、あんまりなんか可愛らしすぎずでもちょっと可愛いみたい な、 なんか大人っぽい可愛いを求めてこれにしました。はい、私おひなが選んだコスプレは、スケバンです。イエーイ。ね、もうこの森っていうのはもうなんて言うんだろう、やっぱ私が描いてるギャルの方々がやってる感じなので、もうギャル感が多分誰よりも今日は増してるんじゃないかなと思ってます。スケバンはなんか一回やってみたいっていうか、長いスカートめっちゃ憧れてて、まあ、ただ単に憧れてだけで今回選びました。ママが選んだコスプレはラムちゃんです。
アはまずツートンっていうのがやっぱ一番可愛いポイントで、あとは角があるのでツインテールにしてふわふわにボリュームをたくさん出しました。やっぱギャルっぽいし、なんかツートンなんで黒と金で色合うかなと思って選びました。はい、ということで全員終わりました。イエーイ。じゃあ皆さんドキドキの結果発表の方をさせて、宝くじが先じゃないですか、いただくんですけれども、まず最初にチーム分けの発表からさせていただきます。なんか申し訳ない。 A チーム桃はおひな、B チームリセリ、ジュナ、アイサというチームに分かれてました。はい、まあ、ストーリーとモデルラインで募集をかけた集計結果が合計で1782票きました。そんな来るんだ。時間かかりました。ありがとうございます。そして気になる結果発表ですが、優勝したのは B チーム、リセリジュナ・アイサです。イエーイ。 A チームが823票、B チームが959票でした。すごい。皆さん投票ありがとうございました。じゃあ優勝したリセリジュナ・アイサにはプルエクステさんからUSJ のチケットと宿泊券をプレゼントいたします。イエーイ。楽しんできてね。プルエクステでめっちゃ髪質もいいし、スーパーロングにできて嬉しかったです。じゃあもう綺麗な紫にメイクしてしてもらってとても嬉しいです。すごいイメージ通りのカラーと長さとかにしてもらえてとっても嬉しいです。前回プルエクステさんの企画に出させてもらった時からめちゃめちゃプルエクステでずっとやってるんですけど、完璧に仕上げてもらって楽しかったし嬉しかったです。私はあのプルエクステさんから出た新しあの最新のシールエクステをつけてもらったんですけど、めちゃめちゃ高発色で、あの人毛 100% なんでめちゃめちゃサラサラです。今回協力してもらった美容師さんたちの詳細は概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてください。プルエクステさんありがとうございました。皆さんもコメント欄で最強ギャルハロウィン、まあ、誰が一番可愛かったか書いてみてください。現在秋冬号の雑誌が、予約販売中なので皆さんぜひぜひチェックお願いします。お願いします。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントの方お願いします。